は。こんにちは。ランニングコーチの真鍋美代です。よろしくお願いします。あ、吉田です。よろしくお願いします。お願いします。吉田さん、はい、今のランニング歴とかもお伺いしたいんですけれども。はい。ランニング歴は6年になります。はい、長いですね。どれぐらいのタイムですか、今自己ベストは。自己ベストは4時間16分44秒です。早いですね。でもう少し行きたい感じですか。そうですね、サブ4を狙ってますけれども。なるほど、なるほど。ちなみにこの後は大会は目標としているものは。は北九州マラソンです、うん、2月ですね。2月です。私の地元です。あ頑張ります。あと今走っていて悩みとかってありますか。まあですね、左側だけなんですけれども、うん、股関節とか膝の外側と、うん、あと足首が痛みがあります。出ます。じゃあもう全体的に左側に結構負担がくるというか、はい、痛みを感じやすいということですね。そうですね。わかりました。まあもしかしたらバランスが崩れたりとかもしてるかもしれないので、そのあたりも、はい、一緒に見ながらやっていきましょう。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは吉田さんのフォームをチェックしていきましょう。足腰がしっかりしていて、全体的に綺麗なフォームで走れているようです。ただし、背中の反り返りがやや強いです。フルマラソン後半になると、腰にストレスがかかりやすくなります。こうした点をエクササイズで改善していきましょう。今吉田さんの走りを見させていただいて、はい、まあ、率直なところすごく綺麗な走りでした。で、ただ姿勢がすごく綺麗すぎて、逆に言うとちょっとこう腰が後半とか反ってくるんじゃないかなっていう、はい、その腰のケアというか、はい、部分と、あとはもう少し前傾姿勢が自然とできるようにコアトレーニング、あとはよく見てるとちょっと外側からつきやすいのかなっていうのが感じられたんですけど、どうですか。あ、そうですね、はい、結構外側からつきます、ね、なので、まあ、そうならないようにできればこう内転筋というか鍛えたりとかしますか。していません。まあ、その内転筋をちょっと意識するような動きを今からやっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速今からやっていきますが、まずその反り腰にならないようにっていうか、腰に負担がきてしまうとお尻だったり太ももだったり全体的にも張りが出てきたりもしてくるので、そうならないように一回そこを柔軟という部分でやっていきたいと思います。ちょっと一回、ですね、四つん這いの状態になっていただいて、はい、まず吐いた時にぐーっとこう丸めるような感じ、猫背になるような感じ、はい、で吸って一回ここをぐーっと反っていきます。お尻をちょっとそうですね、突き出すような感じ、吐いて、これをまあ5回から10回、あまりやりすぎずにできる範囲でちょっとやってみてください。はい、はい、じゃあ続いては、今すごく姿勢が綺麗なので、これをもっと前傾姿勢になるように、しっかりとコアトレっていう部分もやっていきたいと思います。まずマットに、乗っていただいて、足を上げます。はい、いい感じですね。で、これだと結構腹圧かかってないとここ下がってきます。腰がこう折れた状態なので、このまますごくキープしてもらって、じゃあまずこれで10秒間キープします。この状態で10秒、ここからさらにじゃあ右足を上げてみましょう。はい、そのままキープです。5秒から10秒上げて、でまた片足も5秒から10秒上げてからのもう一回落としてまた10秒キープみたいな、5秒から10秒キープっていう形でぜひぜひやってみてください。腰が反らないように OK です。はい、では続いては内転筋、さっき言った外側につきやすいっていう部分で内転筋も鍛えたいんですけれども、プラスやっぱり腹筋の部分も鍛えたいので、両方いっぺんにできるものを今からやっていきたいと思います。で、これを挟んでやってもらいます。これを挟んでください。挟むだけで結構きますよね。さらに足を浮かせましょう。はい、ここで多分もうきついと思います。結構きてますよね、ここ。この状態から、まあ、頭をところに手や頭のところセットしてもらって大丈夫です。ここから起き上がる、はい、でこの時になるべくこうおへそをこう覗き込むような状態で戻してきて、またぐーっと下げていく、でもう一回上げていく、でだん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 これが遠くになっていかないので、まあ、この状態でキープして使ってください。これの繰り返しで、まあ、多分ここでも結構きついと思うので10回ぐらいでも全然大丈夫です。慣れてきたら20回とかやってみてください。
さて、修正ワークアウト後のフォームを見ていきましょう。エクササイズ前と比べて自然な前傾姿勢が取れ、重心移動のスムースなフォームに変われていますね。体幹を意識できて背中の反り返りが解消されています。背中の自然なアーチと前傾姿勢をキープできるようになると、スピードの乗ったフォームに変わることができます。日頃のランニングはもちろんですが、エクササイズで姿勢を意識してフォームを改善していきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際どうだったでしょう、フォームチェックを受けて。フォームチェックをしていただいた後に、はい、あとはもう体が自然に前に出ていくような感じになりました。意識が持てました。そうですね、はい。まあ、実際に吉田さんすごく姿勢が綺麗だったので、あとはその前傾姿勢を意識するとか、そういう部分、あと腰を反りすぎないっていうことに結構フォーカスした方がいいかなと思ったので、はい、まあ、今回コアトレーニングだったりもしてみたんですけれども、はい、これを積極的にとか継続してやってみてください。まあ、ランニングに関しては、実際サブ4を目指したいということなので、はい、まあ、5分45分半っていうベースを作っておきたいんですけど、今普段走ってる時がだいたい6分から6分半っていうことで、若干ちょっとゆっくりめではあるので、はい、まあ、ジョギングの時にそれぐらいのペースにしておいて、例えば距離走と言われる、まあ、10キロ15キロってやる時には、今日は5分半で頑張ってみよう、もしそれできついようであれば目標の設定タイムを落とせばいい話なので、今のペースよりも少しだけ頑張る時の練習はペースを上げた方が設定タイムには近づくかなと思いますので、はい、積極的にちょっとやってみてください。はい、でもオンとオフをしっかりとやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。